南北離散家族面会のため、一時候補者500人の抽選が25日、完了した。最終対象者として選定されるまでの競争率が568倍と算出された。離散家族面会行事を主管する大韓赤十字社はこの日午前、ソウル市内で無作為によるコンピューター抽選で、面会対象者の5倍の人数である500人を一時候補者として選出した。人選委員会の選定基準によると、年齢別の分布比率を考慮し、90歳以上の高齢者が多く選定されるように比率を 50% に割り当てる。また、家族関係によって、加重値を付与したが夫婦、父子、母子など直系家族、兄弟姉妹、それ以上の親等の順が優先順位となる。一方、南北は8月20日から26日、金剛山で開かれる離散家族面会のため、生死確認の依頼対象を7月3日までに確認。生死確認の結果が含まれた報告書を7月25日までに交換し、最終面談は8月4日にそれぞれ提出する。